どうもすいません。京成杯オータムハンデ出走馬1頭ずつについて喋っていきたいと思います。中山のマイルの重賞っていうのは結構極端な展開になりがちで、ハマった時には差し追い込みで決まることもあるんですよね。なので僕は結構おいしい思いはしてきた条件ではあります。ダービー強チャレンジトロフィーとこの京成杯オータムハンデ、結構万馬券とか取りやすいレースではあるんですけれども、ただ極端な展開っていうのは場合によっちゃ先行馬たち有利のレース展開にもなりうるっていうことも含んでいってるんですけれども、今回の場合引っ張ってくれるマルターズアポジーっていう逃げ馬がいますね。こういう馬がいると、後続の馬たちは止まってくれるんじゃないかっていうふうにポジティブに考えるか、それとも止まらないっていうふうにマークしなきゃいけないっていうふうに考えるか、それは騎手が考えることであって、騎手や陣営が考えることであって、それはこの予想の段階ではなかなか読みづらいっていうところがあります。それでその騎手心理がどっちに出るかですね。そのマークしようと思って行ったら、そしたら一緒に潰れちゃうだとか、大丈夫だろうっていうふうに思ってたら前が止まるだろうっていうふうに思って待ってたら前が止まらないっていうこともありうるわけで、それが悪い方に出たら極端な形で悪い方に出てくるっていうこともありうるわけですね。それで最初に一番言っておきたいことを言いたいんですが、このレースに関しては馬を見て判断しかねます。というのは、展開と騎手の乗り方次第で着順がガラッと変わるかなっていうメンバーで、騎手として乗ってる方は多分楽しいレースだと思いますね。チャンスあると思って乗れると思うんで、そんなに力差も大きくはないということで、特別強い馬もいないということで、能力はあるんだけれども、その能力を引き出せるようなレース展開、乗り方ができるかっていうところで、そうですね。騎手としては腕の見せどころかなっていうところですね。それではうちの方から1頭ずついきます。大和リベラル。大和リベラルはですね、人気はしてないんですけれども、これぐらいのメンバーまでだったら通用する能力は秘めてると思います。この馬はあんまり器用ではないんで、なので4コーナー前後でスムーズに加速できなかったらいいところが出ないんですけれども、もし4コーナー前後をスムーズに立ち回れた場合っていうのは構想してもおかしくはないと思います。それで右回りのこのマイルの条件っていうのは合いますし、とにかくそうですね、ワンペース気味に流れて、マルターズアポジーが行く可能性が高いんで、そう考えるとワンペース気味に流れてある程度立ち回りしやすいレース展開になりうるかなっていうところで、手広く行く場合だったら抑えた方がいい馬の一頭かなっていうところはありますね。ただ出来に関しては絶好調とまではいかない感じに追い切り映像では見えましたんで、パドックでの気配が良ければっていう感じで考えてます。ボンセルビーソ。ボンセルビーソはですね、3歳馬でコバと対戦してどうかっていうところだと思うんですが、この馬はとにかく瞬発力が特にあるわけではないので、ある程度後半ワンペース気味にまとまってくれる中でしぶとさを生かせればっていう感じなんですよね。それで今回マルターズアポジーがいます。マルターズアポジーがいるんで、2番手が3番手に控える可能性高いかなっていうところなんですけれども、その控えた場合に他にもウィンフルブルームだとかマイネルアウラーとですね、その辺の馬、あとはオール・ザ・ゴーあたりも押していくかもしれないんで、ブラックスピネルもある程度先行する可能性があるとなると、何頭か似たような客室、2番手3番手4番手、その辺を取りたい馬たちがいますんで、その中でうまく隊列としていい位置に入れるかっていうところですね。馬群の中で前に壁を作りながらゼロから足を使わなきゃいけないっていうような、そういったような乗り方になっちゃうとボンセルビーソは使える瞬発力に限界がありますんで、なので、もしかしたら直前一瞬は伸びてもゴール前で甘くなるだとか、そういう風になる可能性もありますんで、まあ、うまく4コーナー前後勢いつけて回れるかっていうところに尽きると思いますね。なのでなるべくそのばらける展開でボンセルビーソがスルスルっと抜けれるような隙間があればっていうようなところはありますね。でまあその時計面だとかその辺に関してはどうかなんですけれども、まあ、時計としてはある程度1分32秒台半ばぐらいまでだと思いますんで、早くてもそれぐらいまでだと思いますんで、まあ、なんとかこなせる範疇かなとは思うんですが、まあ、ただそのギリギリの勝負となった時にこの馬に何か強調点があるかというとそれがなかなかないんですよね。まあ、しぶとさはいいところではあるんですけれども、まあそうですね、他の馬たちが瞬発力もしくはパワースピード出し切れた場合ですね、その場合っていうのは、まあ、多少は劣るかなっていうところはあっての無印っていう形です。人気してるんですけれども、まあ、狙うのは今回ではないかなっていう感じですね。まあ、来る可能性は普通にありますんで、手広くのとこでは重い印は打ってるんですがっていうところですね。ガリバルディはですね、追い切り映像を見たらすごくいいですね。まあ、最近見たことないぐらい出来がいいんで、この馬はハマったら一発あると思いますね。ただこのガリバルディっていう馬は大飛びで不器用なんで、極端な形で最高峰に近いところからスムーズに進路を取れなきゃっていうところがあって、まあ、そのリスクは大きいですよね。ギャンブル性がものすごく高いということです。あとはあんまりスピード競馬ですね。時計が速すぎると、まあ、スピードのある馬を差し切れないっていう、まあ、思うように伸びきれないっていうようなレースが目立ちますんで、なので、まあそうですね、前の馬たちが止まってくれる展開じゃないと厳しいっちゃ厳しいかなっていうところですね。まあスパンと切れるというよりかは、まあ、長くいい足を使うっていう感じなんで、まあ、この中山の条件ははまりやすいっちゃはまりやすいんですけれども、まあ、ただはまらないとっていうところなんですよね。オール・ザ・ゴーはですね、まあ、この馬は地味なんですけれども、まあ、スムーズに流れに乗って早めに仕掛ける、そういうしぶとさを生かすような競馬がはまった場合っていうのはいいところあるとは思うんですが、まあ、ただこのメンバーで時計が速くなったり、あとはスローになっても後半上がりが速くなったりすると厳しいところはありますんで、まあ、なくはないんですけれども、あんまり狙いづらいかなっていうところはありますね。まあ、でもそれでも、まあ、この斤量ならあってもおかしくない馬だと思いますね。マルターズ・アポジーに関しては無印にはしたんですが、ギリギリまで本命にしようかどうかも迷ってたんですよね。まあ、これはとにかくどっちかに振り切って考えるしかないということで、マルターズ・アポジーを無印にしたっていうだけです。で、まあ、マルターズ・アポジーが厳しくなるレース展開をイメージしたところ、それは絡んでくる馬がいるっていうことですね。ウィンフルブルームもしくはマイネル・アウラートあたりが、まあ、半馬身か1馬身ぐらいまでで、まあ、4コーナーのところで早めに動いてくるっていう、そういったようなレース展開を想定してっていうところで、まあ、もし一人旅っていうような楽なレース展開ですね。まあ、前走の新潟みたいな感じでマークが甘くなれば、この馬が普通に強い競馬してもおかしくはないかなっていうふうに思います。このマルターズ・アポジっていう馬は瞬発力がないので、なのでそうですね、いかにスピードを生かせるか、あとは絡まれると脆いところがありますんで、まあ、とにかく他の馬たちがちゃんとこの重賞でやる気を出してしっかりとマークするかっていうところですね。プレッシャーをかけれるかっていうところで、まあ、マルターズ・アポジが残るようでしたら、まあ僕は内容としてはそんなに締まったレースにはならないんじゃないかなっていうふうに見て、まあ、重賞のレースを期待する、こういう強い馬をしっかりと潰しに行くっていうような、そういったようなプロとしての騎手のそういったようなプロ根性みたいなのが見られればなと思って、振り切ったところ、マルターズ・アポジを無印っていう感じですね。まあでも、この馬は能力高いですし、まあ普通に強いので、まあ本命にする手もありかなとは思ってます。まあただ、まあ、その、新潟でマイル勝った時にも言ったんですけれども、この馬は基本的にはマイル仕様に作らない方がいいと思いますね。G3 だとか、まあギリ G2 ぐらいまではいいとは思うんですが、まあ G1 となると、マイルっていうのは逃げ切るのが難しいところがありますんで、しかもそうですね、距離を縮めるっていう形で、この馬は1008、2000ぐらいで走ってた馬なんで、それをマイル仕様に距離を縮めて作っていくっていうのは、馬のスケールとしてはスケールダウンしがちなところもありますんで、なので、まあどうかなっていう、簡単な競馬はできなくなったり、あとは成長を促すことができなくなったりする可能性はあるかなと思いますね。まあ、逆に差し馬、追い込み馬だったら距離を短縮するっていうのはいい方向に出ることの方が多いんですけれども、逃げ馬のこの馬に関しては G1 を狙うんだったら、ワンランク上を目指すんだったらどうかなっていうところはありますね。グランシルク。グランシルクは本命打ちたかったんですけれども、打ち切れなかったですね。まあ、中京記念の時に本命打てたっていうのは、あのレースに関しては中京コース、力のいる馬場になってて、まあ、切れる足を使えない馬が出てきそうな、そういったような条件でもありましたんで、まあ、グランシルクは切れ味があるというタイプではなく、しぶとい末足を使うっていうタイプなんで、条件としては狙いやすかったかなっていうところがあったんですよ。ですが、この中山のマイルっていう条件はですね、溜めて一瞬の足でスパンと足を使うようなタイプが構想しやすい条件ではありますんで、なのでグランシルク自体がいい足を使っても、それ以上にいい足を使う馬が出てきやすいコース、条件ではあるんですよね。なのでグランシルクが掲示板以上ですね、掲示板以上に来る確率としては一番高い馬かなとは思うんですが、かといって連に絡む確率が一番高いかというと、まあ、そこまで信頼しきれないっていうところがあるんですよね。まあ、やっぱりパンチが足りない分、この条件だと極端な競馬がはまる可能性もありますんで、その他の馬たちの極端な競馬がはまった時に飛ぶ可能性は普通にあるかなっていうところですね。まあ、総合力ですね。総合的な能力、そういったことに関してはグランシルクが一番上の一頭かとは思うんですけれども、まあただそうですね、パンチがない分、その分どこまでうまく立ち回れるか、これはもう田辺騎手にかかってる、あとはレース展開ですね、そういったところにかかってますんで、まあ人気してる時に今回自信を持って本命を打てる馬ではないなっていうところですね。ウィンフルブルーム。ウィンフルブルームは皐月賞の時とかお世話になりましたし、まあ、好きな馬ではあったんですが、まあ、だんだんとその硬くなってきたというか、まあ、以前のような躍動感がなくなってきてますね。まあ、この馬はスピードとパワーとしぶとさですね、まあ、特に勝負根性があって差し返すようなところもあったんですけれども、まあ、うまく体を以前ほど使えなくなってきているということで、なかなか難しいところは出てきたのかなっていう感じですね。まあ、マイネル軍団なんですけれども、まあ、マイネル軍団はですね、早めに仕上げちゃうようなところがあって、まあ、早熟仕上げみたいな傾向にありますんで、まあ、このまあ早い段階でビシビシ作りすぎたがために、小馬になってから伸び悩んだっていうところはあると思います。まあ、これはいい方向に出るときと悪い方向に出るときがありますんで、まあ、どちらがいいのかはわからないんですが、まあ、この馬に関しては小馬で活躍するためということに関しては、まあ、いい段階は踏めなかったのかなっていうところですね。まあ、それでも、まあ、これぐらいのメンバーまでだったら、まあ、ワンペース気味に流れて、それでスムーズに競馬ができればなくはないかなとは思うんですがっていうところですね。ブラックスピネル。ブラックスピネルはですね、まあ、安田記念の時とかでも仕上がりは良かったんですけれども、まあ、そういったようなタイミングにトップジョッキーを乗せられなかっただとか、まあ、なんか、まあそうですね、能力的には G1 に手が届きそうなレベルまでは来てるのにっていうところはありますね。まあ、あとは乗り方が難しいところがあって、まあ、そんなに器用ではないのに、切れる足もそんなにはないっていう、まあ、ある程度、スピードとパワーとしぶとさはあるんですけれども、まあ、この馬に関してもグランシルクと同じで、その強調点ですね、パンチが足りないっていうところがあって、まあ、その辺は例えば逃げたりだとかで1レースだけ勝ちに行くっていうことはできるんですけれども、安定して同じような戦法で強い競馬を見せ続けるっていうことがなかなか難しいっていうところで、まあ、なので G1 とかで一発勝負で勝つためには何かその一発勝負なりのやり方をしていかなきゃっていう、あとは展開がドハマりしなければっていうところはありますね。で、今回のメンバーなんですけれども、まあやっぱり器用なタイプか、もしくは溜めて一瞬でスパンと切れるタイプ、そういったようなタイプの方が構想しやすい条件ではありますんで、まあ、そこまで器用ではないこのタイプ、ある程度ポジションを取りに行かなきゃならないでしょうし、まあ、中段ぐらいまでは行かなきゃならないでしょうし、まあ、その乗り方で勝ち切ることができるのかっていう、やっぱりこの馬に関しても乗り方だとかレース展開だとかフィットしないとっていうところはありますね。まあ、本当に勝ちに行くんでしたら極端な形にした方がいいと思いますし、僕だったら後方から極端な形で腹くくった方がっていうような指示を、もし僕が関係者だったらする可能性はあるかなっていうところですね。まあ、とにかく乗り方は難しいタイプだと思います。浮世の風。浮世の風は追い込み馬なんですけれども、まあ、自力の足だけでスパーンと差し切るっていうタイプではないんで、なので東京とか新潟とかああいうようなコースっていうのはベストとは言えないのかなっていうところがあります。なので右回りのコーナーからペースが流れやすいコースっていうのは合いますんで、なのでこの条件は結構合ってるかなっていうふうに思います。まあ、福島の方で勝った時なんかも後方で貯めるだけ貯めてはまったっていうところもありましたし、まあ、ああいう形で後方で死んだふりに近いような形で足を溜めて今回もはまるかっていうところだと思います。まあ、変にポジション取って外を回るような競馬をしたら伸びない可能性がありますんで、まあ、そんなバカなことはしないとは思うんですけれどもっていうところで、ポジティブに考えての本命っていう形になります。まあ、ただ状態面ですね、追い切り映像がないんですよね。まあ、前走新潟でのレースなんか見てたら、まあ一叩きで変わりそうかなっていう感じは見られましたんで、ポジティブに考えて今回は本命にしたっていう感じなんですが、パドックでの気配が良くなかったら買わない可能性があります。まあそうですね、まあ、このレースに関しては、まあ、狙い目っていう感じの穴馬指名本命ではないので、あんまりそんなにはおすすめはできないかなっていうところです。まあ、僕は穴党ではないんですけれども、まあ、本命党でもないんですけれども、今回に関しては、まあ、とにかく本命馬たち、人気馬たちに信頼できる馬がいないということで、となったら穴馬を狙った方がまだマシかなっていうことでっていう感じですね。まあ、横山典弘騎手は型にはまった時っていうのはいかにも名手っていう鮮やかな競馬をしますんで、まあ、そこに期待っていうところですね。良い方に出る方を期待っていうところです。アスカビレン。アスカビレンはですね、3歳児の時は、もうちょっとバネがあったような、もうちょっと瞬発力使えたような感じはあったんですが、まあ、今は力強さがついた反面、その切れ味という意味では、多少衰えたのかなっていう感じがありますね。まあ、やっぱりパワーをつけると切れ味が落ちたりだとかする時もありますんでっていう感じですね。で、気象的にコントロールが効かなくて引っかかって自滅するようなところがあったんですが、まあ、最近は比較的ある程度能力を出せるようになってきてますし、まあ、小さくまとまっちゃったっていう感じではあるんですけれども、まあ、それでもバランスは良くなってるかなっていうところで、まあ、こういうマイルのワンペース気味の競馬だとうまく立ち回れればっていうところはありますね。まあ、ただ以前のような切れ味があれば穴馬狙いたかったのになっていうところがあるんで、まあ、今回はある程度穴人気はするでしょうし、まあ、あんまり狙いたくもなかったかなっていう感じですね。当選デュークはですね、まあ、ちょっともうちょい短い距離で差し追い込んでくるっていうイメージがあって、まあ、ちょっとマイルになるともうちょっと切れる足を使えるような馬たちが出てきたりだとか、まあ、スケール的に多少1枚劣るかなっていうところはあります。まあ、でもまあ、出来が良さそうですし、まあ、この条件はこういう差し追い込み馬だと可能性としてはまる可能性がありますんで、まあ、手広くいくんだったら抑える必要はあるのかなっていうところですね。まあ、なくはない程度で考えてます。ダノンリバティはですね、この馬も大飛びで不器用で乗り方が難しいんですよね。ポジションを取りに行くと、まあ、前走の新潟みたいにうまく進路が空いてこの馬なりの競馬できればそれなりにしぶとさは出すんですけれども、その分パンチがなくなってしまう。かといって最高峰に近いような極端な形で競馬をしてもそこまでの切れる足はない、まあ、パンチはないし器用さがないしっていうところで乗り方が難しいんですよね。ただ一発を狙って勝ち切るということに関しては最高峰に近い形で腹くくった方が勝ち切るということに関しては可能性としては高まるのかなっていうところで、まあ、今回はどう乗るかっていうところですよね。まあ、その陣営の指示もあったのかもしれないんですが、前走新潟の方である程度ポジションを取って先行して競馬をして馬券にはなってましたんで、まあ、それでまあ、似たような競馬をする可能性があるかなというふうに見て、まあ、となるとゴール前での爪の甘さが出る可能性はあるかなっていうイメージですね。まあ、それでも、まあ、他の馬たちが切れる足を使えなければこの馬でも勝ち切れる可能性はなきにしもあらずなんで、まあ、ワンペース気味に流れてうまくしぶとさを生かせればというところですね。まあ、今絶好調ですんで、なので出来の良さでまあ、あとは運が向いてくれればっていう感じだと思いますね。ミッキー・ジョイはですね、条件戦の時から馬っぷり能力が目立ってまして、まあ、今後重賞戦線でダークホースとして注目される馬だと思いますね。ただこの馬結構不器用でですね、まあ、4コーナー前後のところで置かれたりだとか追い出してすぐに加速できないようなところがあって、まあ、それで伸び出したところがゴールっていうようなそういったことが多いんですよね。まあ、なので、まあ、4コーナー前後のところ他の馬たちが思うように加速できないっていうレース展開にはまるだとか、まあ、そういったようなことが条件になってきて、まあ、さらに騎手が動かせるかっていうところですね。追わせるようなところもありますんで、なので、まあ、内田騎手は大怪我する前ほど追えるわけではないので、なので、まあ、今回腹くくって後方から追い切れるかギアを上げきれるかっていうところですね。まあ、内田騎手は、まあ、今年は調子良くて、まあ、比較的良くはなってるんですけれども、まあ、ただ副勝率は3割余裕で超えなきゃいけないような馬に乗ってきてるんですよね。今年の関東で上半期一番いい馬に乗せてもらったのは内田騎手です。ですが戸崎騎手と副勝率全然違いますよね。まあ、副勝率に関しては言ったことがあるんですが、まあ、3年間単位ぐらいで副勝率が3割を大きく切るような騎手はうまくはないです。なのでギャンブル性が高いということですね。まあ、今回ミッキー・ジョイは通用する範疇、まあ、あんまり時計が早すぎたりだとか上がりが早すぎたりだとかすると、まあ、そこまでの切れる足はないんですけれども、はまればある範疇の馬ですんで、まあ、このミッキー・ジョイは一発あってもおかしくはないかなっていうところですね。ロサギガンティア。ロサギガンティアはですね、まあ、一番いい頃と比べるとバネだとか、あとは覇気もないかなっていうところはあるんですが、ただ最近出来が上昇してきてまして、まあ、あとはうまく展開と乗り方がフィットすればっていう、そういう段階には来てるかなっていうところですね。まあ、ピークほどではないんですが、今のロサギガンティアなりに出来がいいということ、そういったことを考えると、ある程度ペースが流れて、うまく流れに乗って、届く範疇で競馬ができればっていうところですね。まあ、切れる足は以前ほどはないので、なので、まあ、ある程度届く範疇で、内の方に入れて、前に壁を作りながら回ってきて、直線真ん中どころを外に出すっていう、競馬がはまればっていうところですね。まあ、あんまり時計は速くない方がいいんですが、まあ、そこまでべらぼうに速くなるような馬場でもないので、なので、まあ、可能性としてはあるかなとは思います。マイネル・アウラート。マイネル・アウラートは、まあ、能力を出し切った時っていうのは、ここではトップクラスだと思うんですけれども、ただ、本当に当てにならないですね。まあ、追い切りのフットワークなんか見てても、まあ、無駄な動きが多いんですよね。ただ、それがレースによっては、無駄な動きがない形で足が溜まって、っていうような競馬もしますんで、それがレースに行って今回どう出るかっていうところなんですよね。本当にサイコロの目を振るような、そういったようなギャンブル性の高い馬ではありますね。で、まあ、柴田大地騎手に関しては、逃げはかなりうまい部類の騎手なんですけれども、逃げ以外の戦法だと安定感は欠くっていうふうに何度も言ってるんですけれども、まあ、今回は多分逃げないですよね。で、まあ、最低限2番手から競馬をすると、そうするとマイネル・アウラートみたいにコーナーからスピードのある馬がですね、絡んでくると、マルターズ・アポジーは苦しくなりますし、まあ、さらにこのマイネル・アウラートも2番手ぐらいから早め先頭ぐらいな競馬がベストではありますんで、なので腹くくってスタート直後から2番手を取りに行けるかっていうところなんですよね。で、柴田大地騎手はですね、まあ、何度も言うんですけれども、行けばいいのにっていう時に行かないことが多くて、まあ、多分慎重派というか、まあ、よく言えば慎重派、悪く言えば気が小さいところがあるのかなっていうイメージがあって、まあ、それもレースによってどっちに出るかっていうところがあって、まあ、そういった意味でも、まあ、今回かなり面白いんですけれども、本命を打って狙うまではいかないですし、まあ、本当にギャンブル性の高い形で見るっていうところですね。まあ、ただ、力は出し切れた場合ですね。力を出し切れた場合というのは今回は有力馬の一頭だとは思いますね。条件もいいですね。こういう右回りのマイルは合うと思います。最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれども、今回は浮世の風の単幅ですね、副賞を集めに行って、それで、まあ、馬連も印ついているところに流そうかなっていう感じですね。まあ、あまり手広く行って当てに行くよりも、馬連に関しては、まあ、本当に遊び程度っていう感じなんで、下の印のところで印がついている馬たちだけにしようかなっていうふうに思ってます。まあ、本当にギャンブル性の高いレースですし、まあ、ミッキージョイも人気ないんで、まあ、100円ずつでも下の印のところ流してみようかなっていう感じですね。まあ、皆さんは本当にどの馬狙っても面白いレースだと思いますんでっていうところですね。以上です。吉本興業 ABCDE ゆかげんというコミの東野すべらと申します。失礼します。